バウエル・ルドルフはハンガリーの陸上競技選手である。彼は1900年に開催されたパリオリンピックの円盤投げで金メダルを獲得した。ブダペスト大学で法律を学ぶ傍ら陸上競技に取り組み、パリオリンピックに円盤投げのハンガリー代表として出場することになった。パリオリンピックでの円盤投げ競技は 8つの国から16人の選手が出場して1900年7月14日と7月15日に実施された。競技会場はブローニュの森の中にあったラシンクラブドフランスのグラウンドに設けられ、レーンが2列の立ち木で仕切られていた。そのため、前回アテネオリンピックの円盤投げ金メダリストだったロバート・ギャレットを含む数人の選手は円盤を木にぶつける事態に見舞われてしまい、 ギャレットを含む二人の選手が記録なしの結果に終わっている。バウエル・ルドルフ・バウエルは7月14日の予選で、ギャレットが持っていたオリンピック記録を更新する36メートル4センチの投てきで1位となり、翌日の決勝に進んだ。予選の上位5人が挑んだ決勝では、自己の記録を上回ることはできなかったが、2位となったボヘミア代表、フランチシェク・ヤンダスウーク以下に大差をつけて、 金メダル獲得を果たした。AB アスレチックスアットザ1900パリサマーゲームズメンズディスカススロー2011年1月8日閲覧。ありがとうございます。